香港でハムスターから人に新型コロナが感染した可能性があるとして、ハムスター2000匹が殺処分されることになりました。香港の衛生当局によりますと、一昨とい、ペットショップの女性店員の新型コロナウイルスデルタ株感染が判明しましたが、その後、この店の複数のハムスターも感染していることが分かりました。 女性に旅行歴や感染者との接触歴がないため、地元当局はオランダから輸入されたハムスターから人に感染した可能性があると判断。香港のすべてのペットショップにいるハムスターなど、小動物およそ2000匹を殺処分する方針です。また、先月22日以降に買われたハムスターも処分の対象になるとして、ハムスターを購入した飼い主に引き渡すよう求めています。